きげんよう。ずるいことは許さない。自民党党員じゃないんです。自民党都議でもないんです。地域政党自由を守る会代表のお姉こと上田玲子でございます。総裁選も白熱を帯びてきている中ね、投票依頼が舞い込むお姉なんですけれども、残念ながら党員でも都議、自民党都議でもないので一票持ってないんですね。とはいえ、是々非々で自民党会派の皆様とは力を合わせてきました。改選後、まず最初のお仕事が木下富美子、都議への辞職勧告決議。これも私がトースポバーン一人でもやるぞっていうところで、まあ、ある程度ムーブメントを起こしてオール都議会、まあ、そのもちろん調整は自民党さんの力が大きく影響を及ぼしまして、自治協じゃないの、自由を守る会、自民党共産党でもないんですけれども、進めつつあります。この間木下都議はなんとですね、書類送検されました。大抵は不起訴になるんだろうなっていうふうに思うんですが、今回は異例のですね、起訴相当、いわゆるかなりね、有罪性が高いぞというような申し送りもされている異例の状況の中、9月の22日常任委員会が開催されました。まあ、お姉は念願の厚生委員会に入れたところでありますけれども、これまでお姉が頑張ってきました公営企業委員会に木下富美子都議は所属されているんですが、こちらの委員会もお休みになられたということです。この都議とかですね、都知事、こうした特別職の公務員はこうした病欠とか長く休むことに関して特にペナルティとかですね、提出するとか何か、出すことはないんですが、東京都の職員はですね、長期休暇は当然ですね、診断書等々も提出しなきゃなりませんし、今もうこの後ボーナスの査定期間にも非常に公務員であったらずっと休んでいればですね、何らかの影響が出てくるわけですが、残念ながら知事や我々都議というのはそういったところに何らペナルティがないということ、これ私実は都議選とオリパラの前に小池知事がですね、長期静養に入られました、どこでの誰人でもとか言いながらですね、でもケロッとね、都議選の前にね、出てきましたけれどもですね、これについて私は先の臨時会でしっかりとした休んだ期間の責任についてご説明しろと言ってもしなかったわけでございます。こういったことを踏まえますと一個一個の確認が大事です。私はそうした知事の行動に関してですね、最後にですね、2期目最後に不信任案出させていただきました。あれちゃんとみんながね、賛成に乗ってくれたらば、8月から45人も自宅療養者がなくなるというのことにならなかったのではないかと思っております。ことほどかように本会議の一つずつのアクション大事。どうぞ今回も3手お見逃しなく、またお目文字しましょう。ごきげんよう。